よしよし。ソニーコンピュータエンターテインメント。ジャパンステリオ。なんで俺直撮りで動画撮ってんの？ 本当に 僕の夏休み、瀬戸内少年探偵団、僕と秘密の地図。あのさ、今最近の技術はさ、上がってさ、なんか、普通にさ、まあ、最近の技術とか関係なしに画面の、ゲーム画面をキャプチャーして撮れることはあるはずなんだよ。ただなんで俺が普通にスマホで直撮りして撮れないんだろうと思って。今回は僕の夏休み、もう夏も終わりかけの頃にやっていこうと思います。僕の夏休みはね、やったことないです。で、いきなり4からやるんだけど、実は2あるんだけど、実は俺、でも2はさすがに PC でやりたいの。多分、僕の夏休みシリーズは好き、その、多分というか、全然神作なんであろう、神作であるはずなんだけど、ただ、俺はね、さすがに2はね、なんか個人的に好きだから、2は、キャプチャー画面でやりたいなって。だから、今回は、スマホのね、直撮りでやっていこうと思います。最初から始める。僕の夏休み。日記帳に名前をつけましょう。4年ね、俺はね、小学校の時1組だったんで、4年1組で。名前は、どうしよう。まあ、名字も必要だよね。俺の中で出てんのがガマヒシってやつがあるのね、ナルトの。だから、あれだな。これどれぐらいまで入るんだ ?4 文字か。あ、じゃあ、ガマケロ、ガマタケ、ガマタケしかないな。ガマは入れたいんだよね。で、もう、ガマ、もう、4文字ならガマケロでいっか、もう、普通に。試しに俺さ、なんだっけ、2のやつも軽く開いたのね。あの時、6文字ぐらい入ったけどな。うん。ガマケロでいきます。クラスと名前これでいいかな。うん。たまーに俺の顔映っちゃうかもしんねえわ。もういいや。バレてもいいや。顔、絶対顔バレしないわ。列車の車窓から見える風景が、好きだった。新幹線かな。僕の髪型が違うのかな。どこに行くの？ねえ、僕、どこに行くの？なんとか海、海？いいね。一人？うん。寂しくないの？うん。親戚が新幹線の駅まで迎えに来るんだって。夏休み中ずっとあっちにいるんだ。そっか、期待度高まるな。うわ、いいね。急にこんな綺麗なお姉さんに話しかけられたら。こんなお姉さんに話しかけられたらちょっとびっくりしちゃうけどね。あれは8月1日のことだった。え、これ大丈夫？ちょっとさっきの。著作権やばそう。あ、大丈夫か。なんか歌流れたらわかんねえ。歌詞、歌い始めたらそれはやばいかも。その場合、音量消すかもね。これもういいや。もう流れろ流れろ。今、こっそり音量下げようと思ってて。すごいな、俺の手元を映るのやだ、なんか恥ずかしいな。あ、これダメかも。え、ダメだよね。
ギンギラギンにさりげなくだよね。そうだよね。しばしげる？え、待って、ジョーゴいるのかな？バギーいんのかな？道家の。すげえな。呪術廻戦も二期の二クルメやるからね。二クルメじゃねえか。なんとか帰って言ってたけど、寝てて大丈夫？なんで？だって海だよ。うわ。俺の夏は始まるの遅いな。この右スティック気にしないでほしいな、これ。危ないな、この子供。あ、もう着いたの？それは、これは、ここに。一人で行くのすごいよな、なんか。こういうね、田舎町に。でも俺も昔、はい、お疲れ様、荷物重くない？大丈夫っすよ、うん、大丈夫。ああ。よっ、謎のさん、お前誰だ坊主。おっさんこそ誰だ坊主。この子うちの親戚だよ。ルフィみたいな感じの性格だな。え、ナミの声じゃない？こっちの島だから、こっち島。あ、違うか。ナミじゃないか。デイジーの声だな。なんか、ちょくちょくさ、画面暗くなってさ。島ナミ。こんにちは。おじちゃん？そう。おばあちゃん？そう。何年ぶりだろうね。結構この時、豪華な声優さんがいたよね。僕、全然覚えてないや。なんで？大きくなってから初めて会ったからね。だから毎年夏か正月くらいはよ、一族みんな勢ぞろいさせなきゃダメって言ってんの。おはよう。おはよう。おたく誰？夕方に起きてきておはよう誰はねえだろ。で誰？僕は僕。あ、おじさんちの今日だったんだね。え、父上母上歓迎会とかすんの？何もしないよ。8月の終わりまでいるんだから。お姉ちゃんの名前は？私は漫画姉ちゃん。漫画姉ちゃん。さーて、お荷物はこれでいい？早い移動。昆虫採集セットやん。うん、虫をたくさん捕まえて絵日記に書くんだ。なるほど。この声どっかで聞いたことあるんだよ。するのか。私のことも書く？うん、何でも書いていいし、ね、毎日何枚書いてもいいって先生が言ってたんだ。お、誰だ？お、俺の部屋で何してんの？あ、え、太陽、僕くんもう来てるよ。マジかよ、お前本当に俺の部屋で寝んの？ルフィ悪いよ。姉ちゃんは言葉遣いが壊れてるよ。あと、あっちの机使わせてあげてね。いるな。減るもんじゃねえだろ。お前、海つながりだからいるのか。使ってるじゃん。うわ。四角ボタンを押してサブ画面に入り、絵日記を書いてみましょう。赤鉛筆マークが出ていたらエピソードが発生して絵日記が書ける状態になっていることを示します。じゃあ四角かな。おー、これね、こっち島80円しか持ってきてないの。なんかお小遣いもらっとけよ。で、たまに映るさ、俺のスマホのさ画面嫌なんだよね。恥ずかしいんだけど。絵日記は書きたいことがあるときなら一日何度でも書くことができます。書きたいことができたらすぐに絵日記を書いてみます。
オッケー、ごめん、ちょっとなんか電池が 20% しかないよって出てきた。すぐに日記を書いてみましょう。外出中に何か書きたいことが出てきたら、好きな時に好きな場所で書くことができます。うわ、かわいい。新幹線でビューン。いや、小学生だ。わあ、小学生か。新幹線に乗っておじさん、おじちゃん家にやってきた。ビューンと速い新幹線、光なのに風のよう。ポエムはちょっときついな。しっかりした絵日記の方がいいと思う。おっそ、もう今ちょっとさ、今もうこっちで見せちゃうんだけどさ、あの俺のさ今の日付さ、これかな、本体だ、これだ。今8月1日じゃん、あの8月27日なんでもう9月入るんだよ。だけどちょっと、とりあえず8月31日まではこれ僕のやつやるんだけど、まあ頑張ろう。いいね、オッケー。ちゃんとね、8月31日ってこっちのね、8月31日ね、ちょっとややこしくなっちゃうけどね。ちゃんと全部終わるんで、直撮りだけど見てくれ。あのたまにね、あのずれてなんかこんな感じのね位置になっちゃうかもしんないけど、ごめんね、その時は。で、よ、こんちゃ、こんにちは。お姉ちゃんって面白い人だね。面白いっていうか、変だろ。俺もいつも困ってんのよ。ちょっと待って、礼儀正しすぎるルフィ。じゃあ何、どうすればいいの。太陽の机の上に超人ザザボボガンガンの人形がある。すっげえなんかボボボボボボボみたいな、なんか発音しづらい感じだわ。あ、むず。え、何、なんか操作しづらいな。え、こっち行けんの。あれ、あ、漫画姉ちゃんの部屋か。やばい。漫画を描く方法、アニメーション技法研究、1日150円で生きる術なんて名前の本が並んでいる。漫画姉ちゃんいつも何してんだろう。とりあえずみんなに挨拶しに行った方がいいよな。こっち階段では、あ、階段ではあるのか。あ、なんか2個階段あるみたい。ちょっと待って、見えないよ。ここはトイレ。あ、あー、リアル、ちょっと汚って言おうとしちゃった。トイレだったね。すっきりしてんな。手は手洗える場所。ごめんね、ちょっと今漫画姉ちゃん手洗いたいんだよ俺。あれ、手洗えねえな。ごめんね、漫画姉ちゃん。ちょっと待って、漫画姉ちゃん。あ、靴履いてる。手洗えねえや。まあいいや。話そう。寝た。めちゃくちゃたくさん寝たよ。あ、やべ、間違えた。これあれか。眠すぎて起きた時、目がくっついて開かないんだもん。これは、なんだそれ。しょうがないからまた寝ちゃったよ。やべえ、ミスった。なんか俺いつもさ丸押しちゃう癖あるからさ。仏壇がある。線香の灰が山盛りになっている。誰だろう、おじいちゃんおばあちゃんとかかな。あ、僕くん、おばちゃん、おいしい晩ご飯を頑張って作ってるから期待して待っててね。うん、そうだ、もしお魚を釣ってきたらおばちゃんが料理してあげるから行ってちょうだい。ちっちゃいやつでもいいの。そうよ、どんなに小さくても数がたくさんあれば立派なおかずになるからね。レイジーだな。釣ってからどのくらいの間なら料理してくれるの。生ものだから24時間以内かな。うん、分かったよおばちゃん。24時間って5日くらいだっけ。若か。1日よ。でも
僕まだ釣り竿持ってないんだ。え、あらま、そうなんだ。うちに余ってたっけな。じゃあその釣り竿探すところか。え、ちょっと待って。あ、これ三角でなんか出るんだね。設定でさ、これかな？時間の進む。あ、のんびり、のんびりでいいよね。難易度とかあんの？自販機5機、ああ。何それ。オッケー。ちょっとね、ちょっと体勢変えるわ。あ、やべ、ちょっと待って。あ、ずっとあぐらでさ、椅子の上にやってるからさ。ちょっと待ってね。え、なんか、バランス取れなくなってる。うちのスタンド。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。もう、どうしよう。釣り竿探しに行く？ R ボタンで無視網装備。わっ！ん？あ、ゲットできた。ベニシゼミ。買う。あ、勝手に。勝手にってあれだけど。おじいちゃん父の前。こういうね。虫も冷たいな。こんにちは。君はなんて名前？え？犬小屋の入り口の上に犬の名前が書いてあった。書いてあったんだ。君の名前はウルトラ？え、マジで？その時なぜか私は。ねえ、僕とどこかで会ったことあったっけ？このおじの家の犬が小さい頃仲が良かった近所の黒犬に似ていることに気がついた。へえ。あの犬。名前なんて言ったっけな。確か大きさはもっと大きかったかもしれないけど、色はこの犬と同じ真っ黒で、いつの間にか死んでいなくなって、お墓があるのかないのかさえ私は覚えていなかった。なんかサボの声に似てんな。ナレーションで、おばあちゃんかな。長いこと新幹線に乗ってきて疲れたかい。こだまは音、光は光、光の速さだからすんごく速かっただろう。でも本当はそこまで速くないんでしょ。もう冗談がわかるんだね。嘘じゃないの。嘘と冗談は違う。自分の何かを隠そうとするのが嘘。ほう。アホだと思われてもいいやという気持ちで言うのが冗談。守りと捨て身の違いじゃ。すげえ合ってるな。これは？やったぜ！大名のせせり、やったぜ！やったぜ！ご飯だよ、ご飯！あ、はい。捕まった。飯時は人が多いと賑やかでいいね。今年は盆休みに合わせてみんな一緒に帰ってくるように言おうかね。すっげえ大人数になんない？あれ？お姉ちゃんは？あいつはね、一緒にご飯食べねえの。好きなことやってっから。教育上よろしくない存在だよね。よっしゃ、じゃあ食べよう。ルフィの声で、その声で教育上によくないっていう。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この地方には昔水軍と言われる人々がいたんだ。水軍？要するに海軍とか海賊さ。おい、最初は海のならず者集団だった水軍も江戸時代になって藩ができた時、その制度の中に組み込まれていったんだが、そこで彼らは今までに集めた莫大な金や美術品をどこかに隠したんだ。どこに？わからねえ。それにしても父上は海賊の話が好きだね。バカ、海賊じゃない、水軍と呼び。どう違うの？おや、興味ある？あるある。いいね。水軍はこの地方の島々に財宝のありかを記した5枚の古地図を隠したんだ。ロードポーネグリフみたいな感じか。初耳。お前
前が今まで興味を示してくれなかっただけ。学士、ねえ、その古い地図はどこにあるの？それを全部探すのが夏休みの宿題ってのはどう？そして財宝を独り占めさ。ん？どうしたの？いや、なんでもないよ。恥ずかしがんな。一気にスッと耐えた。ちょっとね、確かラジオ体操とかもあるんだよね。だからちょっとその時までには、睡眠を取りたいな。あんまり遠くなところに行きたいな。行きたくないな。なんかいるね。ちょっと話しかけようか。よ、いらっしゃい。お、おや、初めて見る顔だね。どこの子だい？バギー。どうぞどうぞ。昇進旅行でさまよい歩いた。何言ってんだ。豪華客船で世界一周中。また、いやまあ、俺そんな、これ、こんなさ、ボケる勇気ないよ、この頃は。僕、夏休みで、隣の家に遊びに来たんだ。そうかい。島波さんちのご親戚か。うちの店のコロッケやおにぎりは栄養満点で、夏バテ防止にはぴったりだ。以後、ご意見な。なんかさ、たまにぼやけるよね。めっちゃ申し訳ないけど。さよなら。はい、毎度あり。僕ちゃん、毎日遊びに来てもいいぞ。まだ金ないっすけど。君たちは？じゃあ、お兄ちゃんが泳いで、あっくんが怒ったママに海に捨てられちゃったもん消し全部拾ってくればいいや。お前、俺があんまり泳げないの知ってて言ってるだろ。で、いきなりだけど、お前誰？僕は僕。俺ペッタン。僕はジュニア。俺ら兄弟なんだ。そこんとこよろしく。もう超新塾みたいな挨拶。どうしよう。のんびり派なんだけど、ちょっと怖いんだよね。捕まりそうなんだよね。特に。なさそう、ちょっと、あ、違う。ちょっと戻るか。なんか絵日記書けんな。絵日記書いてみる？猿、うさぎちゃん、お兄ちゃん。犬を嫌いにした僕の地球征服の第一歩。何言ってんの、こいつ。あの犬の名前なんだっけ？これだけでいいんじゃね？で、西軍の宝の地図を探すことになったよ。西軍の宝の地図を探し出せ。見つけた宝は僕がごっそり独り占め。これでいっか。家来が増えそうだ。何を言ってんだ。吉田商店ね。いくらのんびりしててもさ、さすがに、どのくらいまでいけるのかわかんないからさ。え、こっち砂浜行ってみていい？あ、行けるんだね、やっぱり。なんかないの？こっち側とか。あ、ないわ。え、俺もさ、ちょ、怖いから寝ていい？あ、こことか。小屋の中にいろんな道具がある。海辺で必要なものらしい。釣り竿とかないんだな。ちょっとさ、多分情報とかもっと必要だと思うから。あれ、ちょっと。改めて人に話聞いてみるか。いい風呂だった。夏はやっぱこうじゃないかな。おじちゃんってどんなお仕事なの？え、俺宇宙戦艦作ってんだ。ヤマトですか？なんだそれ。船さ、造船所。ああ。そうだ。興味があっ
ちゃんの仕事の話少しずつ聞かせてやっから。それはちょっと興味あるかも。あ、ちょっと今多分ダメな感じ。どう？ここんち変な人ばっかし。そうでしょ。ノアは大阪の美大に入ったら少しは落ち着くかと思ってたんだけど、全然変わんなかったのよね。結局私たちも未だに子供扱いしてるし。おばちゃん、今アイス食べてなかった？え？気のせい。いや、撮ってるぞ。いや、いいな。俺もさっきメロンアイスボール食ってたから。洗濯機がうちのやつよりちょっとだけ立派なやつだ。羨ましい。立派なんだね。あれ？多分この人さ、お笑い芸人のキリンさんじゃない？あ、ごめんなさい。お笑い芸人キリンの川島さん。いい子だね。一緒に夜のお勤めをやってくれるのかい？うん、僕。その辺を録わせろ。いや、銀時みたいなこと言うな。お線香の匂いが大好き。そうかい、そうかい。やっぱりいい子だね。そうだ、今日からおばあちゃんがここでこの家のご先祖様のお話をしてあげるから、毎晩お勤めを手伝いにおいで。たまに俺画面から離れちゃうね。かなり古めかしい戸の押し入れだ。何だか怖くて開けられない。この家のこういうところ嫌だな。いや、まあ、そんなことは思わないだろう。なんだ？昭和。私たちの部屋の窓辺には古いセピア色の写真が飾られていた。広い空と入道雲、そして海辺に集合した7人の子供たち。この子たちは誰なんだろう。誰だろう。プレイステーションビータ TV 買うか。俺、とても大きなタンスがある。おじの背広や洋服が入っているのだろうか。とりあえずもうフロア入れないのかな。これはフロなさそうだな。あれ、え、何？あ、これだわ。パンイチの僕ですね。話しかけられるのこれ。あ、いる。確かうちの母上が最初に言い出したんだよ、私が漫画ばっかり読んでたから。ま、大阪の美大入ってからは私もちょっぴり落ち着いたから、今では完璧に大人扱いしてくれるけどね。よくパンイチの僕に話しかけれんな。おばちゃんはお姉ちゃんは未だに子供だって言ってたよ。あ、何それ。知らない情報か。さすがにパンイチはまずいな。風邪ひくな。海パンにしとこう。ね、あいついないじゃん。太陽だっけ。これさ、どのくらい続くの？のんびりって書いてあるけど、ちょっと待ってね、たまにさピンボケするよな。まあいっか、寝るか。とりあえずもう、ちょっと待ってね、30分いきそうなんだわ。わあ、ごめんな、みんな見づらくて。昆虫採集セット、
これは？ベニシージジム。全体見る。ああ、そういうことね。これで見れると。はあ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 。なるほど。これは何？わかんないな。何？あ、ダメなんだ。あー、ブーだわ。え、あ？じゃあもう終わるか。改めてちゃんと調べてみるか。時間のやつ。日記を書く。夜のスタイル手伝ったよ。毎晩続ければお小遣いくれるかもしれん。こいつやばいな。日記書いて寝る。はい。でも今書きたい内容がないよ。あ、終わりだ。なんか大した一日じゃなかったけど、ごめんねみんな。てか見づらいし。はい。では今回はここまでにしようかな。うん。じゃあ次回は8月2日でお会いしましょう。バイバイ。明日ちゃんと動画投稿するわ。